ボブデイ・ヨングは、オランダレーマイデン出身の男子スピードスケート選手。15年以上にわたり、トップレベルで活躍した、長距離種目のスペシャリストである。幼少期からスケートに熱中する。当時は、祖父母の家の近くにあった湖を滑り、夏は、ローラースケートで練習した。早くから頭角を表し、1995年の世界ジュニア選手権で優勝。 翌年の同大会では3000メートルの世界記録をマークした。同年にシニアの国際舞台にデビューし、長距離でワールドカップ総合3位に入る。初めての五輪となった長野オリンピックでは1万メートルで銀メダルを獲得。さらに1999年の世界距離別選手権で初優勝を果たすなど、順調に実績を積み重ねていった。しかし、 優勝候補として臨んだソルトレークシティオリンピックではプレッシャーに勝てずメダルを逃した。その後アマチュアに転じ土木技師として働きながら地元の学生たちとのトレーニングなどを行い鳥のオリンピックでは念願の金メダルを手にした。その後バンクーバーソチの2度のオリンピックでもメダルを獲得。2011年には その年に結出したパフォーマンスを見せたスピードスケート選手に贈られるオスカー・マティセン賞を授与されオランダスポーツマン・オブ・ザ・イヤーにもノミネートされた。またオランダで最も優れた長距離スピードスケーターに贈られるアルトシェンク賞にも2度選ばれている。ソチオリンピックの後に現役を引退。2018年のピョンチャンオリンピックでは韓国チームのコーチを務めた。 ABCD 公式ウェブサイトのバイオグラフィ。土木騎士でヨングが、金、S スケート、マイナススポーツ日本2006年2月26日。ABC スピードスケーティングバイグロフィス。ボブデジョン国際スケート連盟のバイオグラフィハットアードシェンクアワードボーア W、STEN デジョンニュー。NL2011 年3月16日イストリエ。アエゴニアードシェンクアワード。 デテラグラフ2007年10月11日、ありがとうございます。